東海大学附属甲府高等学校は、山梨県甲府市にある私立高等学校で全国に14校、ある東海大学附属高校の一つ。学校法人東海大学の直属ではなく、学校法人東海大学甲府学園が経営する学校のため、連携校と表記される。略称は、東海大甲府で、市内では、東海と呼ばれている。 東海大学関連高校独自の高校現代文明論という授業を中心に各教科が展開されるのが特徴。1957年に前身となる山梨商業高等学校が教育者石部秀長により創立。その後、東洋大学と提携し、東洋大学第三高等学校となるが、東洋大学の学園紛争が原因で提携解消し、 1974年に学校法人東海大学と提携し参加に入り、東海甲府高等学校として発足。昭和52年東海大学甲府高等学校に校名変更し、2014年4月1日、東海大学附属交付属甲府高等学校に校名変更した。過去には普通科のほか、衛生看護科があり、特に東海大学医療技術短期大学と連携し、 医療従事者を要請していた。連携校と表記されるのは経営母体が学校法人東海大学ではなく現地法人であるためである。東海大学の付属高校は他校に先駆けに学期制を導入している。ありがとうございます。